はい、どうもこんにちは。カメラ好きの福岡の人です。はい、長らく お待たせいたしました。去年の動画で、こちらキヤノンのね、FTB、フィルムカメラですけど、こちらの方をね、まあ、メンテナンスとリペア、ね、自分でやってみたわけなんですけど、でなかなかテスト撮影ができなかったと。で見事復活することができたのかっていう動画をね、開けたかったんですけど、なかなかこいつを持ち出せてなくてですね、でようやく今日ちょっと写真撮って、でフィルム現像に出してきましたんで、その、結果をねちょっと見ていこうかなというところで、もう今データパソコンに取り込みましたので、まあ、今回は、フィルムの方は北村さんにね、カメラの北村さんの方に持っていって、CD の方を作ってもらうスタイルにしました。北村さん行ったらね、スマホ転送サービスみたいなのとかね、いろいろあったりしますけど、スマホにね、データ飛ばすためには、現像して CD 作ってね、その中にデータ入れてもらって、それをスマホに飛ばすって3つね、やんなきゃいけないんですよ。でそうするとこの3つのお金がかかってくるんで、2000円近くかかってくるんですよ。千何百円だったかな、なので私はまあ取り込むのは自分でやるからっていうことで、まあ CD にデータね入れてもらうところまでにしましたけれども、はい、ということで、無事取れたのでしょうかというところで、今回使ったフィルムは、こちら富士カラーのスーパーエクストラっていうのかな、ISO の400の24枚撮りの2本入りのやつですね。ちょっと試しで2本、にしましたけれども、はい、こちらの方を使って撮ってきましたので、早速見ていきましょう。はい、1枚目がこちら。でん、これ車の中から、私の車のね、ところをちょっと、映したんですけれども、狙い、なんか撮り方によってはね、色味が青っぽくなっちゃうっていう感じがあって、ちょっとまだね、フィルムカメラの感覚を取り戻せてないっていうか、このカメラのね、特徴もまだ掴みきれてない感じもあるんですけど、ちょっと色味が青がかってますけどね、多分その中心部分の捉え具合によって色味がいろいろ決まってきたりするかなとかね、あと設定具合にもよるんでしょうけど、さあ2枚目いきます。じゃん。はい、これ私いつも行ってるパン屋さんの表のねベンチのところですけれども、こんな感じで撮ってみました。でこれ蹴られがね出てると思うんですけど、これ蹴られじゃなくてですね、これ実は私が使ってるこのラバーフード。ね。ラバーフードの頭がちょっとこれ、長くてですね。長くて、映り込んでしまったということで、ちょっとこれ、短くします。わずかに映り込んでしまうというところでね。まあいいじゃないですか。まあいいじゃないですか。ということで、これ2枚。はい、3枚目。はい。で、これパン屋さん、お店の中ですね。これなんかもう、いわゆるフィルムルックって感じの雰囲気のね、色味が出てますけど。はい。さあ、で、これが、いつも行ってるコーヒー屋さんのね、駐車場の、ここが、このコーヒー屋さんの駐車スペースですよっていう看板ですけど。はい、これ撮ってみました。はい。で、これ、コーヒー屋さんの隣にあるね、お店なんですけど、こう雰囲気いいんでね、ちょっと撮ってみました、はい、お店の前にあるこの青いね、木でできたボックスなんかも色味がね、かっこいいじゃないですか。はい、次、はい、これまたそのお店の近所にあるこの鉄骨っていうかね、錆びたね、ボロボロになった鉄骨のやつですけど、はい、こんなのも撮ってみました。はい、次、はい、でこれ近くに駅があるんですけどね、フェンス越しに、線路をね、撮ってみました。
これあのフェンスの横から斜めにね、この電柱がずらーっとね、電線と電柱が並んでるところをちょっと撮ってみましたけど、はい、次、はい、これちょっと電車がね、来たところを、ね、ちょっと狙ってみました。でこれ正面から、電車が来てるところね、このフェンスのこの網の間から狙ってみました。はい、次、はい、これもねまたちょっと青みがかっちゃったんですけど、これコーヒー屋さんのお店の中ですね。はい、これ色きれいで出ますね。はい、これはお店の中の様子です。はい、でこれ天井の照明なんかを撮ってみた。これもちょっと青みがかってますね。うん、これお店のあの壁側にある、写真が貼ってあるところなんです。はい、はい、これはコーヒーですね。今日飲んだのはオーガニックウガンダっていう、ちょっと、コクの深いというか苦味がちょっと強いコーヒーを選んで飲んでみました。私はあんまり酸味が強いのがね苦手なんで、でこれをね、これちょっと青みがかりましたね。うん、はいはい、これ真上から撮ってみたんですけど、これもちょっと青みがかっちゃいましたが、うん、いいんじゃないでしょうか。はい、はい、でこれ、海の方にね、海岸、これ真正面は、東区のアイランドシティですけどね、はい、これガンノス側から、狙ったような、ガンノスまでいかんか、塩浜ですね、から狙った絵ですけれども、まあいいんじゃないですかね、写りね。はい、はい、これが、うん、その、撮ったところ、また反対側からちょっとね撮ってみましたけど、はい、これもねちょっと斜めから、木と船を入れる感じで撮ってみました。これもちょっと青みがかりましたね。うん。はい、で、これが横の雑草がわーっとなってるところ、ね、花が散り咲いてました、ね。はい、これちょっと2枚取り比べてみたら、やっぱり色がちょっとね、後から撮った方が青みはなくなったけど、ちょっと白くなっちゃいましたけどね。うん。で、今回気に入ってる写真がこれ。これですね。これお店の近くの、花咲いてたんですけど、これ写りいいですよね。これ綺麗に写ってる。これ今回僕のお気に入りの、いい感じの写真かなというところですけど。結果として無事カメラは復活いたしました。ラバーフードがちょっと、周りね被ってきちゃいましたけれども、しっかり映るというところでバッチリですね。うん、でなんだ、シャッタースピードと露出の設定のこの針とかね、こう横にこう出てくるのがありますけど、そこも一応適正露出狙いで、ね、設定して、撮るような感じで、合わせるだけでもう特に面倒くさいこともなく、まあど真ん中狙いぐらいで撮るっていうところでやってみたんですけどね。はい、ということで、とりあえずこのカメラ、キヤノンのね FTB、 このシルバー、うちの父ちゃんからもらったやつですけれども、まあ最初ねなんか壊れてるっていう話で、いろいろメンテナンスしてリペアしていろいろ中ね、やったわけですけど、無事映るようになってます。大丈夫です。レンズも綺麗だしね、ちょっとカビが見えたかなというところもありましたけれども、まあ綺麗になりましたよ。はい、ということで、今回は、この FTB、 キヤノンの FTB で写真ね試しに撮ってみました。そしたら綺麗に映りましたよっていう動画でございました。はい、それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。